いいでしょう。露店がいっぱいだね。ちょっとブラブラ見てみよっか。これがその湖？そうだ。この湖の底に町が沈んでるなんて。一見しただけじゃ全くわからないね。ここからじゃ湖の底も見えないし。湖があったのは知ってましたが、町が沈むほどの深さとは思っていませんでした。とっても綺麗な湖なのに、そう考えるとちょっとだけ怖く感じるかも。まあ俺はここだと思ってるが、俺の考えが間違っている可能性も十分あり得るからな。何にせよ潜って調べてみるまでは謎のままってことだな。冒険にはトラブルがつきもんだからな、警戒を怠るんじゃねえぞ。あった、これこれ。何が出るかな。あ、これ使えそう。
けど、使い道はたくさんあるだろうし、頑張ろう。ワクワクするね。金属は本当に何にでも使えるからね。持てるだけ持っていこう。こういう材料については少し詳しいんだ。現地調達できる治療手段だからな。あ、何よここ。強そうだけど負けない。さすが。よっと。はあ。正解。当てるよ。よっと、はあ、近いぞ。任せた。せーの。そこだ。当てる。よろしく。はあ、近いぞ。任せた。近いぞ。行くよ。そこだ。クラウディア、行くよ。炎よ。そこだ。よっと。風を感じて。はあ、よーせーー連続に、それそこだ。よっと。当てる。せーー連続よ。行くよ。いて。そこだ。よっと。はあ。よー。どうして当てる。そこ。そこ風よ。吹いて。よ。そこだ。よっと。当てる。はあ。連続よ。そこ。どうだ。まだまだ。そこだ。よっと。はあ。よー。どいて。当てる方。任せた。走れ。炎よ。そこだ。いて。何を使おうか。一気に行くよ。当てる。そこだ。よっと。はあ。そこ。まだまだ。さあ、クラウディア、行くよ。いて。そこだ。連続よ。風を感じて。ストリア、降り注げ。クラウディア、頼んだよ。よっと。ライザー任せた。よっと。ライザー行くよ。夏が夏くらえ。そこだ。よっと。当てる。はあ。よーそこ。まだまだ逃がさない。そこ。そこだ。よっと。はあ。あたしたちの勝ちだね。それってライザさんに持っていけば使ったりするのかしら。ティアティア。今は、神秘的な力。なんだ余裕余裕。そこだ。よっと。はあ。セーター連続よ。そこ。そこだ。よっと。はあ。セーター連続よ。任せた。当てる。そこだ。よっと。はあ。そこ。そこ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。これこれ。こうして改めて触ってみると。取れた。砂の感触って気持ちいいな。油断は禁物だよ。正解。当てる。連続よ。そこ。そこだ。よっと。はあ。そこ。は当てる。そこだ。よっと。はあ。私もまだまだ戦えるみたい。ティアー。サラサラーっと。
砂は簡単に取れるからありがたいな。よいしょ。これうちの大将でも扱ってる材料だ。よかった、空気があるよ。エアドロップのおかげで空気は吸えてたのに、なんだか息苦しい感じだったね。息ができるとはいえ、水中をずっと泳ぐのはさすがに疲れますからね。それにしても、こんなところに入り口を作るなんて一体何を考えてるんだろう。ここが湖になる前に作ったのが、湖になった時に沈んだだけじゃねえのか。とにかく先に進んでみよう。そうすれば何かわかるかもしれない。うわ、大きい。あれなんだろう。どこかが崩れて落ちてきたものじゃないみたいだけど。やっぱりあの伝承は真実だったんだ。あれはただの岩じゃない。空から落ちてきた星だよ。けどそれにしちゃおかしくねえか。どうしてこんな中にそんなものがある。周りのものは明らかに後から作られてるだろう。そうなんだよね。天井に穴が開いてるわけでもないし。ん？ねえ、上の方、あれ建物じゃない？本当だ。まさか人が住んでるなんてことないよね。こと言わないでよ。何にせよ上にも何かあるのは確かだな。どこから行けるか探してみようぜ。知識で知っててもむやみに食べない方が安全だよね。
何が出るかな。仲間だと思ってるんでしょうか。かもしれないね。けどこの光は一体。おい気をつけろ、迂闊に触ったら。近づくな。な、くそ、どいつもこいつも。クラウディアさん、お怪我はないですか？ちょっとびっくりしたけど平気だよ。それより追ってきてくれたんだね。当然。それにしてもここさっきまでと同じ遺跡の中？どの辺なんだろう。クリフォードさん。よかった。どうやらあそこに置いてあったのは転送装置だったみたいだな。しかしお前ら、いくらなんでも迂闊だぞ。こういう遺跡には誰が仕掛けたかわからねえ罠もあるんだ。むやみに近づくな。ごめんなさい。まあ今回のは罠じゃなかったようだからよかったかな。ここって庭園ですよね。すげえな。いつからここが封鎖されてるのかはわからないが、まだ植物が生きてるとは。見たことない植物もたくさんあるけど害はないよね。だといいな。あれ、ライザさん何かありましたか？このつぼみみたいなのが気になって。やっぱりこれも生きてるんだよね。まあ異様な大きさだからな。こんなのつけてる植物がただの植物なわけねえ。けどそれ以外に変わったものは。フィーちゃんどうしたの？もしかして戻りたいって言ってるのかな。せっかくここまで来たのに。でも仕方ないか。見た感じ先にも進めそうにないし。そうだな。それにフィーのことだ。お宝の気配を感じたのかもしれないしな。それじゃあ一度来た道を戻ってみようか。フィー、何か見つけたら教えてね。フィー、
何が出るかな。たくさん取っておかないとね。素材にするとすぐなくなっちゃうし。てやあ、あの伝承は本当だったんだ。俺の考えは間違いじゃなかった。
まだまだ。ライザー任せた。そこだ。風よ吹いて。そこだ。まだまだ。そこださあ始めるよ。戦況を変えるよ。そこだ。よっか。はあ。よっ。ライザ、行くよ。そこ。そこだ。レイザー。はあ。あたしたちの勝ちだね。実戦で得た経験、無駄にはしないわ。何が出るかな。レアな鉱石はわかるんだが、普通のはそんなに詳しくないぞ。届いて。取れた。これうちの大将だとかなり高値で取引されてるものだよ。ライザ、何か分かった？やっぱりあの庭園のつぼみが何かの鍵になってるみたい。そのために魔力がどうたらって。また曖昧な話だな。結局どうしたらいいんだ？どうって言われても、実際そんなふわっとした感じで私だってなんだか分かんないよ。あれ、タオ君、ここに文字みたいなものがあるんだけど。え、どれどれ。ほら、
ここの部分なんだけど。本当だ。なんて書いてあるんだろう。すごく古そうだけど。お宝に関する何かか。ちょっと待って、この文字は間違いない。クリント王国時代に刻まれた記録だよ。なんて書いてあるんだ。今から読むね。不思議なつぼみに魔石を与えた。ずっとお守りとして身につけていた魔石界だ。それによって私は助力を得た。もしかしてこれって庭園にあったつぼみのことじゃない？何か魔力を与えるとあれが開くのかも。可能性はあるね。けど一つ問題があるよ。ああ、魔石のかけらならまだしも、魔石界なんてそうそう見つかるもんじゃねえぞ。これを残した人はたまたま持ってたみたいだけど、ライザは持ってる？ない。思ったんだけど、魔石界が必要な理由ってそれに内包されてる魔力が必要だからってことだよね。なら魔石界に相当するくらいの魔力が与えられればいいんじゃない？そっか、それならできるかも。魔石のかけらをたくさん集めて、そこから魔力だけ抽出した魔力の塊みたいなものを作ればいいんでしょ。簡単に言いますけど、そんなもの作れるんですか？なんだか今ならできる気がする。一度アトリエに戻りましょう。行ける場所が広がったよ。よし、行くぞ。で、あとはこうやって熱が通り過ぎないようにしばらくかき混ぜると傷薬ができるんだよ。え？錬金術って不思議だろ。はい、本当に何度見てもすごいです。ライザさんの、いえ、ライザ先生の錬金術はとてもすごいと思います。先生だなんて、そんな大げさだよ。大げさではないと思います。それに島では先生なんでしょ？そうだけど、小さい子たち相手のね。だからパティは普通にライザって呼んでくれれば。いや、目上の方を呼び捨てにするわけにはいきません。せめてライザさんと呼ばせてください。まあそっちの方が呼びやすいなら私はいいけど。ライザ先生よりもライザさんの方が僕としてもありがたいかな。パティの家庭教師をしている僕が先生って呼ばれてないのに、ライザだけ先生って呼ばれたら型なしだよ。ならやっぱり先生って呼んでもらおうかな。あひどいな。でもちょっとびっくりだよね。3年前までは村の悪童って呼ばれてた私たちが今は先生だもん。冒険だなんだ言って危ないことたくさんしてたからね。冒険ということはライザさんがタオさんを悪の道に引き込もうとしていたわけですね。え？悪の道じゃなくて崩れかけた洞窟とかに誘っただけで。もっと危ないじゃないですか。でも
あの頃があったから今の僕があると思うんだ。本だけじゃなくて自分の目で本物の歴史を見たい、そう思えるようになったのはライザとの冒険があったからだと思ってるよ。はあ、タオさんの昔話には必ずライザさんが出てくるんですね。こんなのはどうかな。何作っちゃおうかな。どこに入れようかな。お、いい感じかも。お、いい感じかも。こんな感じかな。うんうん、悪くないね。よし、こんなもんかな。ウィーウィーどうかな、結構よくできたと思うんだけど。多分魔石界と同じかちょっと多めくらいの魔力は抽出できたと思うし、早速あの不思議なつぼみのところに持って行ってみよう。それお土産？何をしようかな。これで、はい、どうぞ。どこに行くの？ここならのんびり行けそう。今日は新しい何かに出会えるかも。これで大丈夫かな。それじゃあかけてみるね。君たちが僕を目覚めさせてくれたのかい？しゃべった？お前、一体何者なんだ？何者って、ここに住んでる者だよ。星の民とか言われていたりもしたかな。この島に…ん？あれ？ここ、空じゃない？僕は島と空を飛んでいたはずなのに。島と飛んでいた？もしかして記憶喪失？どうなんだろう。そもそも記憶喪失になったりするのかな。そうか。
ああ、いや、今思い出したことがあるんだ。僕さ、実は今でも空剣島の歴史を調べてるんだけど、この前興味深い記述を見つけたんだよ。どうやらあの島を作った錬金術師たちは最終的に島を空に浮かべる目標を持ってたらしいんだよ。え？空剣島にそんな機能があるの？いや、ないよ。あくまでも目標、実現はできなかったんだ。でもね、その飛ばそうって発想に至った理由が興味深いんだ。当時の錬金術師たちは実際に空に浮く島の存在を知っていたんだよ。それじゃあつまり空剣島はそれを真似て作られたってこと？そういうことになるね。だが結局その錬金術師たちはその再現まではできなかったみてえだな。それでお前さんはこの島が落ちてから今までずっと眠っていたのか？それがよくわからないんだ。なんか記憶が混乱してて。何かきっかけとかがあれば思い出すかもしれないんだけど。思い出すきっかけか。遺跡を探せば何か見つかるかな。わからんが、それしか方法がなさそうだ。この際だ、徹底的にこの遺跡を調べ尽くしてやろうぜ。扉が開いてる。あんなしっかり閉まってたのに。なんで開いたんだろう。ひょっとしてあのつぼみが関係しているとか？だとすると、この扉は魔力によって閉じられていたということになるが、ありえなくもない話だな。とにかく進んでみよう。今は遺跡を少しでも調べるのが先だよ。どうか怖いことだけは起こりませんように。届いて。みたいな重い素材はもう少し効率的に集める方法が欲しいね。薬の調合って結構するから少し多めに取っておこうかな。あった、これこれ。原石ってこんな感じなのね。カットされたものしか見たことなかったわ。砂も材料になるのか。錬金術ってのは不思議なもんだな。お、早速お宝の匂いがしてきたぜ。私たちはこの辺りを調べよっか。そうだね。では私は壁面を調べていきます。ねえ、パティはいいの？いろいろ落ちてるみたいだけど
お宝とか気になるんじゃない？保管場所に困る程度には持っていますので。それに落ちてるものを身につける趣味はありません。そっか、お嬢様だもんね。へえ、なかなか面白いもんがあるじゃねえか。価値の高いものが残ってましたか？いや、価値はほぼねえな。けどこいつは大昔に流行ったデザインなんだ。え、そうなんですか？古い文献に記述が残ってるんだ。ま、歴史書には全く書かれてねえ雑学だけどな。古い文献って読めるんですか？タオと比べたら足元にも及ばねえが、歴史の知識はこの仕事をやる上で必要だからな。お金のことだけじゃないんですね。私、誤解していたみたいです。誤解？トレジャーハンタークリフォード・ディズウェルの名前はうちの紹介でも有名です。この遺跡に行く話になった時も、あなたのような人がライザにくっついていくと知って、ライザがひどい目に遭うかもと心配になったから監視役としてついていくことにしたんです。うん、これでも結構真面目にやってるつもりなんだがね。そうね、少なくとも悪い人ではないみたい。いい人のつもりもねえけどな。監視目的でここまでついてきたって言ってたが、あれ半分は嘘だろ？ライザと一緒に冒険したい、昔一緒に冒険したあの時みたいに、俺にはそんな風に見えてたぜ。俺はずっと一匹狼で仕事してきたけどよ、そんな俺でもそれくらいわかるぜ。そんなことないです。私は本当にライザが心配だっただけで。俺は悪い人でもいい人でもねえけど、意地悪な人間だったりはするんだぜ。クリフォードさん、何かすごいものはあった？ん？いや、いろいろあったがお宝とは言えねえな。マシなのはこれくらいだな。当時の生活していた姿がそのまま残ってるだけで、全部売っても大した額にはならねえよ。そっか、残念。こっちも収穫なしだよ。移動して別の場所を調べましょう。はあ、これなら大丈夫そうだ。そこだ！よっと！当てる！連続よ。そこだ、よっと。はあ、ライザ当てる。任せた。そこ、そこだ、そこ。はあ、ライザ行くよ。そこ、よっと。当てる。はあ、それよ、吹いて。援護するよ。何を使おうか。一気に行くよ。そこだ、よっ。当てる。はあ、そこ。助けて、助けて。はあ、当てる。連続よ。クラーディア行くよ。そこ、そこだ、よっと。はあ、そこ。楽勝楽勝。さあ早く進もう。次第で立派な素材になるのよね。
砂って普通の砂でいいのかしら。てやー、調査ノートの補充はできてる。今日もたくさん調べるぞ。町の外にはほとんど出なかったから新鮮な気持ちになるわ。すごい、こんなところがあったんだ。てやと不気味。何の部屋だったんだろう。あれ、あの壁の絵ってこれも古い時代の文字かな。ずっと昔のものなのは間違いないけど、やっぱりすぐに翻訳はできそうにないかな。壁の絵はちょっと意味がわからないな。文字の解読ができればわかるんじゃねえか。そう思うけど、文字は全部刻まれてるから持って帰って調べるのは無理そうだし。なんだか錬金術みたい。あ、でもちょっと違う気もするから別物かもしれないんだけど。でも錬金術はクリント王国時代に花開いた学問だってアンペルさんから聞いたよ。そうなんだけど、なんか似てるんだよね。アンペルさんから教わったのに比べるとなんかもっとふわっとした感じなんだけど、ひょっとして錬金術の先祖みたいなものとか。今の私の錬金術に役に立つような何かここから見つかったりするかな。そんなことしたらライザに怒られるか。てやー、こんなものまで素材に使うなんて本当に錬金術の素材って何でもありね。届いて。わあ、綺麗な原石。これで何作ろうかな。これなら大丈夫そうだ。せーた連続よ。当てる。そこ、そこだ。せーた連続よ。ライザー任せた。そこだ。ライザー行くよ。僕に任せて。当てる。そこだ。よっ、そこ、そこ、そこだ。よっ、ラケンさんお願い。当てる。そこだ。そこ、そこ、はあ、当てる。
まだまだ。そこ。そこ。よっ。はあ。勝てる。そこ。まだまだ。連続よ。どうだ。クラウディア、行くよ。風を感じて。そこだ。よっ。風を戻すよ。どうだ。クラウディア、頼んだよ。クラウディア、頼んだよ。そこだ。ふう、先に進もうか。集めるのも慣れたものよ。くるくるくるっと。えい！ここって。書庫か何か？そうなのかな。でもほとんど棚の中空っぽだね。すごいよ。タオさん、そんな慌てなくても何もありませんよ。何言ってるんだパティ、ちゃんとあるじゃないか。ほら、見てよ。それって、もしかして巻物？そう、これだって立派な読み物だよ。それで、何が書かれているんだ？これは、今すぐは読めないや。クリント王国時代の文字じゃないの？うん、これはクリント王国時代よりももっと前、ずっと昔の時代に書かれたものだと思う。もっと昔？そんなに前なの？当時の様子が伝承でしか伝わってない、遥か昔の時代のことさ。まあ今じゃそのままの形じゃなくて、わらべ歌とかに形を変えちゃってるけど。わらべ歌って、それ信憑性ねえだろ。でも空剣島のわらべ歌だって結局は真実だったよね。どういう人たちかは全くわからないけど、実際に昔この地方に人が住んでいたのは間違いない。真実を明らかにするにはまだまだ想像もつかないほど時間がかかるとは思うけど、絶対解読してみせるよ。糸ってのは急に。何が出るかな。
小さな石とかも混ざってるけど、いいのかしら。なあ、こんなものを見つけたんだが、これで何か思い出さないか？これは、そうだ。昔、ここには大勢の人間がいた。みんなで何かをやっていたんだ。何かって、なんだ？よくわからない。けど、その中の人間にその装飾品をつけてた人がいた。まだ完全に全てを思い出せたわけじゃないみたいね。そうだな。もっときっかけになるものを探す必要があるな。ねえ、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。何かな？僕でわかることなら答えるよ。ここの奥にある部屋で錬金術の先祖みたいなものを見つけたんだけど。錬金術、それはどういうものかな？簡単に説明すると、いろんな材料を素材にしてそれを混ぜて薬とか道具を作ることかな。それなら確かここにいた人間も似たようなことをしていたような。本当？さまざまなものを混ぜ合わせて何かを作り出す行為自体は確かにやっていたはず。いや、あれは料理だったかも。記憶取り戻してもらわないと、錬金術の先祖か料理なのかもわからないってことね。ねえ、これについて何か知ってる？なんだそれは。書庫みたいなところで見つけたんだ。これってずっと昔のものだよね。そういえば、かなり昔に一度だけここに大勢の人が集まったことがあったっけ。え？何のために？それはわからない。けど、その後何かが起こってみんないなくなった。君たちみたいな少人数でやってくる人間が現れるようになったのはそれからかなり経ってからだ。その人たちも僕たちと同じ目的だったの？どうだったかな。なんか言ってた気がするけど、よく思い出せない。そっか、記憶が戻るまではもう少し刺激が必要みたいだね。なんだか気持ち悪い。ねえ、大丈夫？ああ、体調が悪いという意味じゃないんだ。こう、今にも何かを思い出しそうでね。君たちの話を聞いて、何かとても大事なことがあったような気がしてきたんだ。どんな？それが思い出せないから気持ち悪いんだ。君たちが聞かせてくれた話がヒントになってるのは間違いないんだが、そうだ、私たちの話がヒントになってるのは間違いないんだよね。それなら私がそのヒントをもとに大事なことが思い出せるようなものを作ってみるよ。そんなものまで作れるの？多分ね。もちろん絶対に記憶が蘇るって保証はないんだけど。記憶を蘇らせるような道具？一体どんなのを作るつもりだ？錬金術が魔法のような道具を作れるのはわかりますが、
ちょっと想像がつきません。ふっふっふん、それはできてからのお楽しみよ。少しでも可能性があるならぜひ頼むよ。僕もできれば早く思い出してすっきりしたいんだ。うん、わかった。すぐに作ってくるから少しだけ待っててね。